はい、ブザの裏のリーダーシャルフです。よろしくお願いします。かっこいいなと思うところ、顔の濃さ。そこじゃねえな。特技、人、初めましての人に会ったら絶対顔と名前を忘れられないところです。忘れられないじゃないですよ。忘れられないだけなんです。ブザーの好きな曲はレイズミアップ。一番好きなんですよ俺。あの見どころはなんか最後にこうじゃんけんポンってやるんですよ。でお客さんと一緒にこうメンバーとじゃんけんができるので、最後に一緒にやってくれたら楽しいんじゃないかなと思います。俊平の顔。ありがとう。いえいえ。俊平。表出るか。なんだろう。いいなよ。何？マカリメッセのやつ。あったね。マカリメッセでライブがあった時に、僕がちょっと衣装を忘れてしまって、で、みんなに急遽あの違う衣装をスタッフさんに買ってきてもらって、衣装っていうかなんかテロテロのシャツみたいな。でそれで出ました。申し訳ないです。ピンクのワイシャツね。ピンクのワイシャツ。ライブのポイント、あ、そう、なんかさっくんっていうリーダーがいるんですけど、彼はすごくその間違いが多いんですよ。その間違いを何個見つけられるかっていうのをチェックしながらやってると、だいぶライブが楽しく見れるんじゃないかなと思います。平均5個は間違えてます。5個以上間違えてる日は今日調子いいなと思ってください。てか、それすらもどう